わ、うまそう、マジで、うん、うまいっすか。うまい、まあ、高いっすよ、高いけど。今ちょうど時期だからね、これはネタ大きいっすよね。ここの海鮮丼は本当お得ですよ。ネタ大きいしね、うん、はい、どうも今日も元気に配達やっていきたいと思います。早速ね、出前館取ったんでトルコ料理取りに行きますよ、うん、トルコ料理食べたことないけど、異国料理好きなんでね、気になりますよね。今日は忙しくなるかなね、頑張りましょう。あ、これエベレストの上にあんだね。何回か来たよ、ここピカプリね。よし、ああ、これとかこれ食いたい。よし、よし、行けねえ。行くよ。矢口の私行きらへんなんで、うまくねずったりしたらいいけど、今日はプロ野球のドラフト会議の日でしたね。高校生、大学生、社会人の方がプロ野球選手としてのね第一歩を踏み出した記念すべき日なんですけど、僕もね、あのプロ志望届メールでこの前出したんですけど、やっぱりかからなかったですよね。ドラフト会議中にね、途中電話が鳴ったんで、あ、もしかしてと思ってびっくりして電話出たんですけど、うちの草野球チームの連中からで、内容は引退勧告でした。はい、決め終わりました。当然ね、ずずることがなかったんで、もうこれも読めてた、もう読めてたよ。矢口の私駅近辺にとりあえずさーっと通ってみる。池上ほどはならないと思うんだけど、ちょっともうわずかな望みをね、やる。あら、そうかそうか、加盟店がやっぱあんまないか。唐揚げの天才は、唐揚げの天才はチャンスあるだろうけど、ここ、あ、めっちゃ良さげ。商店街としては魅力だね。まあただ配達員としてはあんまり魅力じゃないね。ここピックアップできないだろう。なりそうにもないから蒲田に帰るわ。よし、勝谷なったよって話ですから。また出前館、今日はね単価いいよ、だからいいよいいよ、出前館がいっぱいあるわ。いいよ、ありがとうございます。はい、お願いいたします。行きます、はい、行きますから入って返事してくれたよ。今日出前館めっちゃ調子いい、またジュズった。この後蒲田のマクドナルド、まだリクエストいただいてますから、すごい立て続きにすごいね。いや、忙しい忙しいよって話ですから、矢口の私から蒲田に戻ってきて本当に良かったよって話ですから。やっぱ加盟店多い町が強いわけだよ。うい、次マクドナルド、マクドナルドへ向かうよって話ですから。あ、これいいよ、時給2000円ペースだよって話だから。あ、もうね、太るから帰ってからのお酒は今日からまた控えようと思うよ。ちょっとね、最近やりすぎてる、えらい食ってるもん。あの動画撮りながら酒飲んでつまみ食べたりしてるんですけど、あれプラスで3品ぐらい食べちゃってるんで、やばいよ、通勤まっしぐらですよ本当に。てか配達員だらけだな今日も、マジで暇なのかな、やっぱり俺だけか忙しい。うわ、めっちゃ混んでる。あ、けど、結構何でいいか。やっぱさ、フードデリバリーはあれだよ、忙しい方が楽しい。なんか急いでる感がね、いいよ。待ってる時間ってほんと無駄に思うわ。
いいよいいよ、鎌田ゴミゴミしてていいよ。てかもうあれだね、かなりショートの案件を取ったわけだね。うん、パパッと取ったからそんな気にしてなかったけど、なかなか自分なりにファインプレーしたねってぐらいショート案件だったよ。忙しかった。ちょっとね、今のところリクエスト入ってないんで、この辺りで休憩します。暇なんだよな、こういう暇な時間にこういう場所でライブ配信を行ったら見てくれる人いるのかな。会っちゃったりしてね、なんかそれも面白いけど、帰ろうかな。これと、これいいね。いや、朝ごはん、朝ごはん多かっただけ。おう、帰ってる途中にあったよって話ですから。そう、超ラッキー、近いし。チャカメカファイヤーって感じね。すごいな。いいヒャラッキーで、太郎。ナイス太郎だよ。太郎。ナイス太郎。ナイス太郎。しゃ。ああ、盛り上がってるね、鎌田。いいよ。全然行かなくなったキャバクラ。いいのか？いいのか俺。いや、スナックにもうシフトをチェンジしてこうよって話で。話はついてるわけだから。まあ、いや、スナックもそうなんだけどさ、そもそも結婚してさ、子供も3人いて、いい年こいたおっさんがさ、女の人になんかそうさ行くような感じ。あ、ちょっと、あ、すごいいい女の人いたな、綺麗な女の人いたなって話だよ。それじゃ始めていきますね。始めていきますよ。それはやっぱ疲れるとさ干しちゃうわけでさね。これうまい、セブンイレブンのこれ美味しい。これね、毎回あるけどこれ美味しいの。今無糖のやつもあるんだけど、これもう一杯目はね、これがいいっす。ね、これ。いつも父ちゃんはあれだ、おつまみのセンスあるよなぁなんて思われてんだろうね。セブンイレブンの野菜スティック、たまに食うとうまいんですよね。これかよ、これ。大根にしちゃおうかななんです。うまっ、うん、うん、これをやりだしちゃうともう結構食べちゃうんだよね。まあ、野菜にしたことによってカロリーっていうのは結構抑えられると思うんだけど、なあ、これ酔っ払うと何も怖くなくなっちゃうんだよ。平気でご飯一杯食べてカップヌードルとか食べちゃうから、この後酒飲むと怖いよ。てかね、最近のこの生活はちょっと病気になりそうだなと思うの。寝る前に酒飲んで脂っこいもん食ってすぐ寝ちゃうわけだから。絶対良くない。うん。それも含めての今日野菜なわけだから。うん。週末は、今週どこ行こうかな。なんか久しぶりに天気いいみたいなんで、日曜日は、
トラが K1 の試合なんだよな。なんかいいとこないか、土曜日。ね、泊まりに行こうかなと思ったんだけど、日曜日の試合に差し支えたらあれだからって言って、ママに止められたんだよね。あ、そう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 。11月に入ったら、サワをディズニーランドデビューさせてあげようと思ってるんですよ。で、まだサワってそんな体力ないですよ。立つもそうなんだけど、途中で疲れて機嫌悪くなったりするとあれなんで、夜に、夕方から入るやつあるじゃないですか。夕方とか3時とか。昔で言うさ、なんかナイトパスみたいなのあるじゃないですか。あの類のやつで、途中から入園できるやつを、利用してね、入ろうと思ってるんですけどね。きっと喜んでくれんだよな。プリンセス大好きなんで、初めてね、ディズニーランド体験させてあげたいなと思って。行くだけで、入場料だけで5人で2万ちょっとすんでしょ？なかなかだよ。2万ちょっと。ウーバー1週間、2週間分ぐらい？やばい。まあいいや。そのために自転車漕いでるわけですから。やっぱり、そうだな、大人も楽しめるってなると、食が絡むようなところがいいと思ってて。まあ、遊園地とか別だよ。食とかさ、なんだろうな。ママだけ楽しむんだったらショッピングだろ？ショッピングって、ちょっともう、ゆっくり見たいからちょっと子供たち連れてどっか行ってとかって言われちゃうから、そうだな。みんなでご飯食べて、子供たちも飽きずにゆっくりできて、大人も楽しめるってなると、やっぱり、ヌーランドになっちゃうって話でよろしくお願いします。いやードラフトかかんなかったな、今年も。いいな、かかった人たち。なんか、認められたい。